この時期はちょうど夏野菜から秋野菜に切り替わる時で、そんな中でも落花生が今が旬なので。落花生、落花生って土から出てきてると思ってなかったよ。寄せてあコロコロ出てきますね。本当だ本当だ、うわすげえ、うわすげえ、はい、すごーうわすごい、すげえ、はい、一緒だ、こんなでかいんだ。そうだね、おお。すごい、よいしょよいしょ。いやもうなんか嬉しいこれ。割とこう黙々と進めていく作業ですね。地味に時間かかります。なんか自分たちの仕事でもすごい似てるなって思います。なんか準備とかもこう時間をかけて黙々としてる感じ。自分と向き合う感じの、うん、今年もちょうど4月ぐらい緊急事態が来てしまって、はい、玉ねぎがもうおろし先がなくなってしまって、はい、処分したとか、あと市場に出しても1円とか。でも玉ねぎの消費量としては変わってないですよね。給食がなくなってしまって、はい、学校もお休みになっちゃって、あ、はい、給食で使う量って本当すごい量なんですよね、はい、50キロとか、はい、ああやって初めてみんなの活動が止まる、恐ろしかったですね。地球終わっちゃうんじゃないかな、怖かったです。何が起こるんだろう、これからいつ終わるんだろう。すいません、すいません、ダメだ、出歩いちゃダメですとか言われないの。気をつけろって言ったって学校がもうやってるわけだから、ね、行かなきゃ。みんなをニュースになってるのが自分だったんでしょうか。自分かもしれない。現場側もすごい混乱していて、メディアの発信の仕方がやっぱり分断を招いてたから。介護はリモートじゃできないし、リモートじゃなくてできるこの仕事が好きなので、本当計り知れない。さまざまな人と仕事への眼差しがもたらす2人の変化。周りの空気を読む癖が嫌にならないですか。嫌になる。そして見つけた答えとは、人とか仕事とかってなんだろうって、うん、